続きまして片野坂智弘監督よりご挨拶いたします。片野坂監督よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今シーズン指揮を執らせていただきました監督の片野坂です。今シーズンホームゲーム、そして今日のホーム最終戦、本当にたくさんのサポーター、ファンサポーターがお越しいただき本当にありがとうございます。そしてスポンサーの皆様、そして行政の方々、そして忘れていけないのは我々の試合のサポートしていただいているボランティアスタッフの方々です。このオレンジの服を着ている方々、本当に毎試合応援したいにもかかわらず我々の試合を見えないところでサポートしていただき本当にありがとうございます。大分トリニータは本当に皆さんのおかげでサッカーをさせていただいてます。今シーズンもこういう状況の中、ユニフォームスポンサー背中に白石グループ様が、そしてパンツにアル様が、そしてトレーニングウェアにこのダイヤモンドグループ様が協賛していただきました。本当にありがたいです。本当に皆さんのおかげで我々は戦えます。今シーズン私がまた新たに就任して30周年という記念と同時に J1 昇格というものを目標に掲げ戦ってまいりました。しかしこのような結果になったこと、これは現場の責任者である私の責任です。本当に申し訳ありませんでした。この今シーズンのこういう風になったことをしっかりと検証し分析し、来季以降につなげなければいけないと思います。そして来季は本当に皆さんのご期待に添える結果、そして見て面白い、躍動する、皆さんが興奮するフットボールというものをお見せしたいと思います。ご支援、ご声援、よろしくお願いします。そしてこのような結果で恐縮なんですけど、また来シーズンのシーズンパスのご購入よろしくお願いします。そして新規のご購入もよろしくお願いします。皆さんのサポートが我々が戦います。よろしくお願いします。あと最後に、先日クラブの方から西山神宮、そして梅崎司の退任、退団が発表されました。梅崎司に関してはこの後本人から話があると思います。ただ西山神宮に関してちょっと僕のこの時間で申し訳ないんですけど、西山神宮からやっぱり挨拶をいただきたいなと思います。私自身が2016年監督就任して西山神宮と一緒に J1 昇格を目指して、そしてこのチームを強くするために一緒にやってきて、西山哲平がいなければこの成果は上げれなかったと思います。哲平、
先に僕の話を聞いてください。